神戸市立港川中学校は、兵庫県神戸市兵庫区松本通り一丁目にある市立中学校である。一般的な略称は、昔は港中だったが、旧神戸市立港中学校と紛らわしいということになり、現在では川中が主流。港川中学校は2021年で創立60周年を迎えた。行動や廊下などは、ほぼすべて木製である。 学校の下には昔、戦時中に使用されていた防空壕が現在でもその跡が残っている。運動部分下部神戸市立愛月山小学校とは、目と鼻の先にあり、体育会の時はテントを貸してもらったり、小学校の使わなくなった楽器を中学校に寄付してもらうなど、とても良き関係である。また、毎年7月下旬頃、海月山小学校にて行われるワイワイ夏祭りに、 中学校がスマッシュボールの出展を中一の子たちが開いたりしている。他にも吹奏楽部が地域のお祭りごとに参加したりなど周辺の地域とも深い関係を持っている。夜間は神戸市立楠すの気候等学校と校舎を共有している。しかし近年では神戸市が港川中学校の定時制平地を早期に解消させたいと何度も再掲しているが、目とは 立っていない。そのせいもあって、完全下校時間は他校よりも早い17時30分である。ありがとうございます。